本日から IR の制度設計の検討が開始されます。日本型 IR は家族連れで楽しめるエンターテインメント施設や国際会議場、展示場等を一体的に運営し、また日本の伝統文化、芸術を生かしたコンテンツを導入することで国際競争力の高い滞在型観光を実現するものにしていかなければなりません。またシンガポールのような大規模な民間投資が行われ、大きな経済効果、雇用創出効果をもたらすものとすることも重要です。合わせて IR を訪れる旅行客が全国各地を訪問できるようにして、全国で経済効果をもたらしたいと考えております。さらに、カジノ収益を幅広い公益目的に還元することにより、国民の幅広い理解を得られるようにすること、クリーンなカジノを実現するため、世界最高水準のカジノ規制を導入するとともに、それを的確に執行するための体制を整備すること、依存症やマネーロンダリング、青少年への影響等、IR についてのさまざまな懸念に万全の対策を講じることも重要であります。これらを通じ、クリーンなカジノを含んだ魅力ある日本型IR を作り上げたいと思います。衆参内閣委員会の付帯決議を踏まえ、国民の理解を得つつ、石井大臣を中心に関係閣僚が協力して検討いただきますようにお願いをします。